はい、皆さんこんにちは、鈴木よしひろです。今回の動画はよしラジオ2回目です。インスタからですね、質問を募集したんですけども、1回目よりもね、かなり多くの質問がですね来てましたので、本当に皆様ありがとうございます、ね、今回は答えやすいものっていうのが多かったですので、本当にラジオ向きだなということで、まあ、皆さんそこら辺もね考慮して送ってくださったのかなという形だったんですけども、また抜粋をしてですね質問に答えていきたいと思います。はい、では早速ですね、質問に答えていきたいと思います。1つ目ですね、質問はスパイクを履いた練習はいつ頃から始めたらいいでしょうかという質問でした。すごいですね、これはいい質問だなというふうに思います。まあ僕のですね動画を見てくださってるので、冬季練習の時はスパイクを履かずにシューズで練習をしてきたと思います。いつ頃からですね履き始めたらいいのかっていう話なんですけども、そうですね、ちょうど冬季練習のピークが終えて、おそらくほとんどの方がですね、この時期っていうのは移行期っていう形になってきます。時期によってはですね、もう試合が始まってますので、試合があるということで、前々から履いてる方も多いと思うんですけども、試合をですね、4月または3月末に試合を組むっていう風にね、考えているっていうのはですね、まあ今の時期ぐらいからでしたら履いてもいいかなっていう風に思います。ただし、いきなり履いてしまうとですね、やはり怪我にもつながってしまいますので、この時期からですね、徐々に履き慣らしっていうのをしていければいいかなっていうふうに思います。じゃあ履き慣らしってどういうのかっていうと、まあ、スタートダッシュ、短距離でしたらね、SD、スタートダッシュをやるんですけども、その時に、まあ、40、60、80を何本かやるって言った時に、まあ、半分、もしくは40メートルだけスパイクを履くみたいな形で履き慣らしをしていく。で、跳躍選手であれば、まあ、前助走とかですね、助走練習の時に、スパイクを履いて、まず慣らしていくっていうことが考えられます。ですね、もうこの時期からですね、徐々に暖かくなってきますので、スパイクを履き慣らしていく準備をしていき、3月末ないし4月に向けて、スパイクを履き始めればいいかなっていうふうに思います。で、動画とかですね、ライブでも話をしている通り、スパイクを履くというのは、まあ普段のね、練習でもあんまり履きませんので、試合の週、もしくはですね、試合の前だけしか履きませんので、そこまでスパイクにこだわる必要はないかなっていうふうに思います。ただ、まあ、冬季練習がね、終わりを迎えてきて、ストレスがだいぶ溜まってると思いますね。そのストレスを抜くためにも、今の時期にね、スパイクを履き慣らすっていう形で、少しずつやっていければいいかなっていうふうに思います。はい、続いての質問なんですけども、冬季からシーズンに向けて練習を移行するときの注意点は何かありますかという質問です。で、こちらはですね、先ほどのスパイクの話にも少しつながるんですけれども、やはり、冬季からですね、シーズンになるっていう形で、いきなりスピードを上げないっていうことと、いきなりスパイクを履かない、スパイクで全力で走らないということが重要になってきます。で、ほとんどの人がですね、おそらくこの時期に怪我が多くなるはずです。で、その理由というのは、まあ、先ほどの話と一緒で、スパイクを履き始めて、いきなりですね、速いスピード、スパイクだけで練習をしていくっていうと、いきなりですね、やはり疲労度っていうのが高くなりますので、その時に怪我が起こりやすくなってきますので、先ほどのね、スパイクの話同様、徐々に慣らしていく、そしてスパイクの頻度は多くても週に1回、履くか履かないかレベルでいいかと思います。冬季からシーズンに移行するにあたって、いきなり履くのではなく、徐々に慣らしていきながら、週1回、スタートダッシュのみとかですね、その部分で調整してもらえればいいかなっていうふうに思います。はい、続いての質問ですね。試合で複数レース走るときに気をつけること、というふうにね、質問が来ています。まあ、複数レースっていうのはね、種目を重なるとか、ラウンド制のことをね、指し示していると思うんですけども、気をつけないといけないっていうことは、まあ、一番初め、まあ、予選だったりですね、初めにある種目の時のアップはもちろんしっかりやるんですけども、まあ、2本目、3本目ってなった時に、同じ1本目とウォーミングアップをしてしまうと、やはり疲れてしまいます。で、ある程度1本目で走っていますので、体っていうのは出来上がってますので、2本目、3本目、同じことを1時間、ね、以上かけてウォーミングアップをしてしまうと、体が疲れて足をつりやすくなるっていう場合がありますので、疲労感をしっかり考慮しながらウォーミングアップをするということが重要になってきます。で、あとはですね、そのラウンドごと、もしくは合間にですね、必ず栄養補給をすると。で、この栄養補給というのは、動画とかでもね、話をしている通り、ゼリーや、まあ、消化にいいものを
を摂取をしてですね、しっかりと疲労を回復させるということが重要になっていきます。ラウンドごとにしっかり体を休めつつ、そして、疲労度を考慮してウォーミングアップするということが重要になってきますので、ぜひね、試してみてください。はい、続いての質問ですね。テスト期間、約2週間は自主的に運動しておいた方がいいか、体を休ませた方がいいか、という質問がね、来ていました。できれば、もちろん動いた方がいいと思います。ただし、学生というのはですね、勉強が本分になるわけですから、そこをね、おろそかにしてはいけませんので、普段の練習をやるのではなく、あくまでも体を動かす。じゃあ何ができるか。テスト勉強の合間に自重トレーニング5分から10分でもいいですし、少し長く時間を取れればですね、ロングジョック10分から15分、ロングジョックをすればですね、まずそこで疲労を取れるという形になりますので、なるべく運動、やりすぎないという程度ではいいかと思います。なので30分で収まる内容、45分で収まる内容なトレーニング内容ができれば、僕は問題はないんじゃないかなっていうふうに思います。で、これはですね、怪我をしているとか疲労度が高い、2週間ありますので、1週間はね、少し休んで、もう1週間は自重トレーニングをやるっていう形でもいいんですけど、こちらもですね、やはり疲労度に合わせて自分が何をすべきなのかっていうのをね、しっかりと理解して、うまく調整していくということが重要になってくるかなっていうふうに思います。大事なのはですね、なかなかじゃあ今までやってきた練習で競技場に行って走るっていうこともしたいとは思うんですけども、やはりですね、そこまでしちゃうとっていうところがあると思いますので、自重トレーニングないし30分から45分で収まる練習、例えばですね、階段トレーニングとか坂トレーニングとかいろいろですね、動画も出してますので、そういった練習をやって普段やれない走る練習以外のこと、技術トレーニング的なことをね、やれると僕はいいかなっていうふうに思います。はい、続いての質問はですね、面白い質問が来てるんですけども、炭酸抜きコーラの効果についてどう思いますか、かっこ笑いっていうふうに来てました。で、僕自身はですね、いろいろ漫画とかを見るとですね、多分漫画アニメとかですね、そういった表現があるので、多分そういったものを見てこうやってですね、送ってきてくださってると思うんですけども、僕自身ね、結構炭酸とか好きでコーラとかね、かなりの頻度で飲んだりとかしてたんですけども、やっぱ炭酸抜きのコーラ、炭酸抜いて甘いだけになるわけですね。そうすると飲みづらいっていうのもあるので、飲むのにねストレスがかかるっていうと、効果はちょっと別として、あんまり良くないかなっていうふうに思います。で、何でもそうですけども、過剰にね摂取したらもちろん良くないっていうのはありますし、適度ならいいっていうのはね、お酒でもそうですけども、何でもそうなので、普通のねコーラでも僕は問題はないかなっていうふうに思います。競技中にもね、エナジードリンク系をね飲む選手っていうのは結構な割合でいますので、なんで過剰に摂取しなければね、何でも問題ないかなというふうに思います。わざわざ炭酸を抜かなくても、普通のコーラとか炭酸飲料を飲むっていうのはね、問題ないかと思いますので、そこまで効果にはね、実感とかしないですけど、やっぱその抜いたコーラを飲むっていうのは意外とストレスだと思いますので、僕自身は、炭酸抜きをコーラを飲むぐらいだったら、炭酸があるコーラをですね、飲むかなっていうふうに思います。はい、続いての質問はですね、試合のアップ時間はどれぐらいですかという質問が来てました。で、こちらはですね、僕も動画にはね、過去に動画にしたこともあるんですけども、基本的に試合と練習のウォーミングアップの内容っていうのはほぼ同じです。ただですね、近場の試合に出るってなった時もですね、基本的には日帰りで行くことが多いですので、車で運転していくっていうことが多いです。で、そうなった時にね、やはり運転してふくらはぎですね、足を使いますので、試合の時はですね、着いたらウォーミングアップの位置づけではないんですけども、少し芝生を歩いたりとかですね、ジョギングをしたりするので、ちょっと正確に言うとですね、時間とかやる内容っていうのは変わってくるんですけども、ほぼほぼ一緒です。じゃあどれぐらいかっていうと、今の段階で30分から40分程度で終わる内容かと思います。昔はもう1時間以上かけてやっていた時期もあったんですけども、やる内容っていうのがやはり洗練されてルーティン化されてますので、どんどん時間がですね、巻いていく疲れをですね、そこまで残さないっていうことに意識を置いてねやってますので、なるべく短く済むようにしてます。じゃあそれぐらいで体動くのかっていう話なんですけども、先ほど言った通り、トレーニング時においても同じウォーミングアップのルーティンをしているので、もちろん
体は動きます。ですのでそこの心配っていうのはないので、わざわざですね試合とトレーニングで分けるってことをしてしまうと、ちゃんと動くかな、時間足りないかなっていうふうになるっていうことが少なくなったり、まあ、なくなるっていうことになりますので、なるべく僕はですねウォーミングアップっていうのは試合もトレーニング時も一緒のウォーミングアップルーティンをしています。はい、ですので、まあ、時間的には30分から40分程度で収まるように今は調整して行っています。はい、続いての質問なんですけれども、腹筋はどの程度必要ですかという質問が来てました。で、腹筋はどの程度必要でしたかって結構曖昧なんですよね。見た目でじゃあ腹筋が割れてるか割れてないかっていうと、まあ、基本的に陸上選手、まあ、競技スポーツやってる方ってほぼほぼですね腹筋は割れてると思いますので、まあ、指標っていうのはねあまりないかなっていう感じがします。じゃあどうしたらいいかっていう話なんですけども、腹筋のですね、まあ、気づいたらいろいろな補強もしてまして、体幹トレーニング走る上で腹筋っていうのはね使っていきますので、そこまで鍛えなくてもですねある程度割れてきたりつくようになっていきます。意識してつける必要があるかっていうと、実はですねこれも過去動画で話をした通り、腹筋よりも後ろの筋肉背筋をつけた方がいいです。まあ、なぜかというとですね、まあ、やはり背筋の方がですね体を支えるっていった部分でも重要になってきますし、筋よりも背筋の方がですね走りにおいて重要な筋肉、まあ、後ろの筋肉はね重要って話をね動画でもしたんですけども、まあ、それぐらいですね腹筋よりも背筋っていう方が重要ですので、腹筋を鍛えるはあえてですね腹筋を鍛えるぐらいでしたら背筋を鍛えた方が走り、跳躍、投擲全てにつながると思いますので、腹筋よりも背筋をぜひ鍛えてみてください。はい、続いての質問なんですけども、結果に一喜一憂しないためには陸上選手の成長に必要な心構えについてですねお答えをしていきたいと思います。で、これに関してなんですけども、まあ、結果に一喜一憂してもいいかなっていうふうに思ってます。まあ、人間ですので感情の起伏っていうのがあります。で、ただしなんですけども、その一喜一憂、まあ自己ベストが出てやった喜ぶ、そして記録が出なくてうわやっちゃったってへこむ、でその感情っていうのは人間としてね正しいんですけども、それをですね、まあ、1週間ないし次の日まで引きずってるっていうと、やはりそれだと、まあ、成長がねできないと思いますので、一喜一憂喜んだり悲しんだりするのはその日だけの方がいいかなっていうふうに思います。でそうすることによって前を向くっていうスピードがね速くなりますので、まあ、次の目標に向かってね、できなかった場合は新しいことを取り組む、そしてできた場合はさらに高みを目指すというふうになりますので、まあ、成長するためには引きずらないということが重要になります。どちらもですね記録を出た時出なかった時もどちらもですねやっぱ成長できない選手ほど引きずるっていうふうに僕は思っています。ね、嬉しかった記録もずっと言ってるとか、で出なかった時もずっと落ち込んでて周り迷惑かけるとか、ね、よく見たりしますけども、そうするとね、やはり、周りもですね、まあ、やっぱり、周りも気を使いますし、まあ、良かった時はですね、周りも持ち上げてしまいますので、それでね、浮かれてしまうっていうのがありますので、もうその日、ね、試合出た結果、まあ、次の日ぐらいまではですね、まあ、一喜一憂しててもいいかなと思うんですけど、それを2日目以降、ね、引っ張らないっていうことが、陸上選手、ないしね、競技者として、スポーツ選手としての、まあ、心構えとしてはそういったことをしてもらえればいいかなっていうふうに思います。記録がいい時って、まあ、次にっていうふうになるんですけども、記録が出なかった時っていう方が落ち込みやすく引きずりやすいので、そこが吹っ切られる選手ほど成長っていうのが早い強いのかなっていうふうには僕自身の経験ですとそういった感じがあるかなっていうふうに思います。でなるべく引きずらないということが重要です。はい、てな形ですね。まあ、今回ですね、まあ、第2回よしラジオということでやっていきました。まあ、本当ですね、多くの、まあ、ここでもね、まだ紹介しきれなかった質問があったんですけども、まあ、今回ですね、時間の関係というか、都合上、ね、次に回すかかとね、させていただきましたので、次回のね、ところで答えていきたいかなっていうふうに思っています。はい。で、まあ、時間的にもね、ですね、おそらく10分以上になるかなという形ですので、まあ、今後、まあ、10分から15分で、うまく収められるように作っていきたいと思います。まあ、質問が多くなればですねもう少し長くなるかなっていう話なんですけども、まあ、アンケートを取った時に、まあ、10分以上ぐらいが一番10分以上がですね一番多かったですので、まあ、10分以上15分以内に収めてですね今後も収録取っていきたいと思いますので、インスタグラムの方で質問を募集していますので、
まあ、まだフォローしてない人はぜひフォローしてくださいっていうのと、まあ、YouTube のね、コミュニティにも質問募集をね、掲載しようと思いますので、YouTube のね、コミュニティの方にも第3回目以降質問募集っていう形でやってきますので、まあ、ぜひ両方ともチェックしていただけると、聞きたいことやですね、本当些細なことから、あの、コアなところまで聞きたいところがね、ある方はぜひ申してもらえると助かります。はい。はい。ってな形ですね、まあ、今回の吉ラジオ第2回目っていうのはこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。